2019年8月10日にデビューした神奴は、21年12月にワンダー王座を初退官。同王座の最多連続防衛記録、V15 を樹立するなど団体のスター街道を歩んできたが、デビュー6年目を迎える直前に闇に落ちた。3日の会見には全身黒クずくめの格好で登場し、記者の質問にも、黙れ、クソ。と回答を拒否。 4日の浜松大会ではアズム、天崎美優の髪をつかみ、顔面を何度も踏みつける暴挙を働いた。さらには苦楽を共にした元救急メンバーに、永遠にさようならと完全決別を告げた。あの頃、の髪圧はどこに行ってしまったのか。恐る恐る本人に話しかけると、何だよ。うぜえな、いつも。この前の会見もくだらない質問してきて、何なの。 と気だるそうに睨みつけてきた。辛抱強く質問を続ける記者に苛立ちながらも、しぶしぶ取材に応じ、これがフェネックスクイーンと爪を見ながらヘイト入り書線を振り返った。フェネックスとは神みの異名である不死鳥、フェニックスの悪魔。クイーンについては、特に意味はないと目を逸らした。ただし、これまでとは別人のように言葉遣いが荒くなり、 ラフファイトを繰り出す神奴の表編ぶりにファンから支持する声もあれば、無理してるように見える、などと否定的な意見も寄せられている。賛否両論が渦巻いているが、本人はみんなすっかり私に夢中みたいね。手のひらで転がされちゃって、ふふふと不敵に笑うばかりだ。10日に横浜武道館で開幕するリーグ戦。5、スター GP では、ブルースターズ B ブロックにエントリー。 同ブロックの選手について、セラリサ、聖発の鬼、鹿島崎、逃げ腰ババア、ハナン、落ちぶれたシンデレラ、ヤガミランナ、相手にならない、とそれぞれに異名をつけて高笑い。22年大会の公式戦で敗れた鈴木鈴の実力だけは認めつつも、最近ギャルになったみたいだけど、なんか落ち着いちゃってるよね。 私はプロミネンスにいた時の肩が荒れ狂ってて面白かったのになと残念そうな様子。それでも、まあ、鈴とは今までとはまた違う狂気な戦いができるんじゃないかなとしたなめずりだ。お前たちに去年の5スター以上の最大の悪夢を見せてやるよ。昨年大会は開幕戦で左肘を脱臼し、残り前線は不先輩になった。だが、今年は違う。 悪に染まった不死鳥が真夏の祭典を乗っ取る。